おはようございます。どうも、まあ、今回は野獣紹介のコーナーでございます。もう一つの口だプシューシコーン、ゾーンエナジーフルーツミックスブーストニューアルゴーラツ、イエーイ。ということで、今年の春にこれリニューアルしたんですよ。で、リニューアルした後にリニューアル前のフルーツミックスブーストのレビューを投稿したんだけど、それ投稿しようせつだっただけで理由ないんだけど、それ以外は。こちら、ウーズミックスブーストがリアル販売されてたんで、買いました。ジャンキーで。販売機で買いました。今回からブドウが追加されたのかな、なんか、そんな感じしますね。ゾーン。240ml だから小さいですね、それのゾーンよりも。可変は 75mg ですね。フルーティーなゾーンだからな、ちっちゃいから飲みやすいんですよね。果汁 30% も入ってんだ。普通こういうエンジンインクのフルーティーなフレーバーって果汁少ないじゃないですか。フルーツを全面に出してるのかな、じゃあこれは。フルーツミックスブーストはね。じゃあ開けますか。あー、フルーティーだ。モンスターのピンクに匂いっていうな。いただきます。注ぎます。ほら、注ぎます。はい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 。あー、フルーティー、フルーティーだわフルーティーだわ。じゃあいただきます。甘っ、甘い、めちゃくちゃ甘い。ちょっとこれ大丈夫かな、めちゃくちゃ甘いんだけどこれでも美味しいね。まあでも好き嫌い分かりそう。これはめちゃくちゃ甘いから、フルーティーさと甘さとって違うじゃないですか。確か前飲んだ時はもうフルーティーな感じしたけど、今回甘いんですよ。ブドウの味はあんましない。でもフルーティーな感じがします。フルーティーに甘くは合いますね。おしゃれポイントないのこれ、説明とかないの、リニューアルしたつやみたいな。ないか。ゾーンフルーツミックスベスト。今水味とかちょっと濡れてるけど、これ。フルーツミックスベストなぁ。これの大容量も欲しいなと思ってたんだけど、この甘さならこの大きさはちょうどいいですね。あんま甘すぎるの飲めないんで、残しちゃうかもしれないんでね、甘すぎると。だから、このくらいがちょうどいいかもしれないですね。ゾーンな。これと、ゾーンの、この缶の普通のゾーン、あるじゃないですか。なんか名前なんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、ゾーンブーストみたいな、そんな名前のやつ。それも同時にリアルしちゃったんだけど、そっちは自販機見つけられなくて、なかなか。結構自販機通るたびに見てんだけど、なかなかなくて。これは直の自販機にあったんでね、買ったんだけど。なんでゾーン、ちょっと、普通のノーマルゾーンの。さあ、俺はね、500mlのノーマルゾーン復活してほしいんですよ、一番最初の、初代の。今のゾーンって言ったらハイパーゾーンじゃないですか、やっぱり。あれもあれでいいんだけど、ハイパーゾーンも。個人的には、一番最初の500ミリ缶のゾーンを戻してほしいな。あれ結構好きだった、割と。何年前だ ?2、3年以上前かな。いや、発売されたんだけどね、あれは。もうゾーンも、昔比べたら、新商品出す頻度落としましたよね。昔は毎月1本出してた気がするんで、新商品。私、フレーバーのゾーンを。んで、ゾーンさん、ほどほどに、美味しい味で作って、ありがとうございます、最近は。はい、というわけで、ハイパーゾーンも、6月にリニューアルするんだっけ?でしたんで、また、レッドゾーン、エルンク、新しいの出たら飲みたいと思うんで、よろしくお願いします。会員数か、これ全部。
はい、加入しました、ゾーンフルーツミックスブースト。まあ、甘いの好きな人にはおすすめです。俺甘いの好きだけど、ちょっと俺にも甘すぎるかなと感じた、俺でも。はい、というわけではご視聴ありがとうございました。今チャンネル登録、高評価、コメントお待ちします。 X、インスタグラム、メールシップ、動画も楽しみにしてください。というわけでまたヤンジング紹介のコーナーでお会いしましょう。お疲れ様でした、ありがとうございました。バイバイ、またねー。甘いわ甘ーい。